ベラムクロスですね、布のシミュレーションについて紹介していきたいと思います。これはかなり簡単な例なので、まあ、簡単にですが紹介していきます。でこちらが全体のネットワークになります。ソースの部分、オレンジの部分が、マントの、ジオメトリを作っている部分で、コンストレイントが、その布の設定と、それからジオメトリに引っ付ける設定ですねを行っている部分になります。基本的にはそのマントのジオメトリを作成してきて、それに対してクロスのベラムコンストレイントと、それからアタッチトゥーポイントという、コンストレイント2つを、つなげます。アタッチトゥジオメトリーですね。アタッチトゥジオメトリーは、3番目に入力してきたコリジョンジオメトリーの、指定したグループにクロスベラムを引っ付けることができるという、ものになります。コリジョンジオメトリーの方であらかじめクリエイトグループで、グループ化したグループを指定することで、そこに対してだけ、引っ付けてですね、シミュレーションを行わせることができます。で、行ったものがこちらです。この肩口の部分に対してグループ設定しておいて、付けたというものになります。では次に、もう少し、複雑な、クロスのそのシミュレーションの設定方法について紹介していきます。ベラムクロスを使用した服の作成と、まあ、ちょっと質感設定のキーパラメータ、まあ、5つですね、について少しご紹介したいと思います。まず、こちらのデータを作成しているネットワークがこちらになります。でソースの部分が、服の元になる、2枚の板ですねを作成している部分で、コンストレイントのところが、そのままクロスの、セットアップをしているところですね。で、コリジョンジオメトリのところは、ミキサも読み込んできたアニメーションを再生、ブレンドしている T ポーズをブレンドしているジオメトリを読み込んでいる部分になります。こちらですね、オブジェクトマージンの中をこんなものになります。T ポーズの、ジオメトリーとアニメーションしているジオメトリーを読み込んできて、シーケンスブレンドソップで、ブレンドして、最初の方は T ポーズ、数フレーム後にアニメーションを始めるという形でブレンドしておきます。でその最初のフレーム、状態で、固定したものを服の、初期シミュレーションですね、初期設定に使用します。タイムシフトソップを使っています。まず一番最初にその服の、元になる板ですねを作成します。型紙などがある場合は、フーディニのビューポートの設定で、フロントとかに貼り付けてですね、そちらを辿ってカーブを作成するといったことも行えますが、こちらは、手動で行っています。カーブ、それから半分作ってそのミラーで反転させて、フューズで、反転させたところをつないで、それをリサンプルで、カーブの間のポイントを増やしています。で、その1枚の、板に対してプラナーパッチフロムカーブスというソップを、追加して布らしいジオメトリに変換しています。でそこにさらにトランスフォーム、バックとフロントということで2つトランスフォームをたまたにこうつなげて、それぞれ、ジオメトリの、コリジョンジオメトリの少し前、キャラクターの少し前と少し後ろですねに、2枚置いてそれをマージしています。でこちらではそのエディットでちょっと肩口のポイントとかをちょっと調整しています。これに対してベラムクロスですね、ベラムコンストレインコンフィギュアクロスを追加すると、クロスに設定されたベラムコンストレイントソップがつながるので、そこにさらに下に服を作るために必要な、その初期設定を行えるベラムドレープというノードを追加します。ベラムドレープでは、そのターゲットのそのジオメトリに対して、こう、向かってひっつくそのコンストレインを設定して、シミュレーション、簡易的なそのシミュレーションを行うと、まあ、そのジオメトリの方に吸着していって、つながったところを、縫合、まあ、つないで、1枚の布のような形にすることができます。でこちらでは、そのグループ、ウェルドシームスという項目の、グループ、ゲットグループで、それぞれコンストレインとこの白い線のところですね、を追加しています。肩口と横のところですね、追加しています。でこれをシミュレーションすると、まあ、このような形になります。左から右ですね、徐々に、形が整っていっているかと思います。最初そのひっついた後に、徐々にその重力で、自然な形に変形させることができます。で、この、まあ、
シミュレーションを行った時に、まあ、大きく貫通してしまったりする場合は、その接続したコンストレントジオメトリーが開始時点でそのジオメトリーの中にこう内側に入り込んでしまっている可能性があります。でその場合は、その最初の方のフレームですね、確認して、コンストレントジオメトリー、その白い線が、オブジェクトの中にこう入り込んでいないかとかを確認して、ターゲットの再設定を行ったり、する必要があると思います。で、特に問題なく最初のその形、服の形ができましたら、そのできたフレームをこのフリーズアットフレームの項目に入れてチェックを入れます。これで常にその指定したフレームの結果を表示することができます。でさらにその上の項目でジオメトリファイルで、単一のファイルキャッシュとして書き出して、ロードフロムディスクにチェックを入れることで、シミュレーションの結果を完全にマッチでの服を、作成することができます。では、こちらで、まあ、補足として、このクロスのシミュレーションの時のその素材ですね、クロス、布といってもいろんなものがあると思うんですけど、シルクとかレザーとかデニムとかいろんなものがあるかと思うんですけれども、それらのその設定を行う時に主に設定することになる、変更することになるパラメータについて5つ、こちらでちょっと簡単にですけれどもご紹介したいと思います。マス、チックネス、ストレッチの、スティフネス、コンプレッションスティフネス、ベンドのスティフネスの5箇所になります。求めるその素材によって、そのまあ例えばそのマスだと、例えばそのシルクだとここは低めに設定するとか、逆にそのデニムを表現したい場合は高めに設定するとかですね、いろいろと思います。で、先ほどのシーンデータですね、それぞれマテリアルなども含めて、シルクと、左側シルクですね、右側デニムですね、で設定したのがこちらの画像になります。シルクの方はより強くシワなどが出ているのがお分かりいただけるかと思います。では、その次の項目ですね、ベラムヘア、それからベラムのストリングスについて見ていきたいと思います。細長いものですね、設定方法について見ていきたいと思います。まずこちらのベラムヘアの設定ですが、これもかなり簡単なシーンなので、全体の流れだけご紹介したいと思います。こちらが全体像になります。こちらはテストジオメトリーラバートイを読み込んできて、いらないアトリビュートをクリーンで消して、マテリアルを設定して、その下にトランスフォームノードを追加してアニメーションを設定しています。このあたりですね。で、そちらのジオメトリーに対してヘアージェンで、ガイドをまず作成しています。で、そのガイドそのままシミュレーションしてしまうと、そのジオメトリにひっつかない状態、まあ、ポロポロ外れていってしまう状態になってしまいますので、その下に foreach、を foreach ノードを、接続して、各ポイントの0番に対して、グループを設定します。各ガイドの0番なので、結果的にその根元だけを選択するグループというのをここで作成しています。各ガイドに対してこうループで処理しています。で、それが終わったらその下にベラムヘアですね、ベラムコンストレイントのヘアを、接続します。でそちらのピントゥーターゲットのパラメーターにその先ほどここの foreach で設定したグループを入れることで、そこの部分を固定した状態で、シミュレーションを行わせることができます。またデフォーム、そのアニメーションの情報を反映させるのもベラムコンストレイントのパラメーター一つ、チェックボックス一つですね、デフォーミングジオメトリーとかそういうパラメーターをチェックすることで、アニメーションに追従させた状態でシミュレーションを行わせることができます。でこちらではそのガイドに対してカラーを追加して、そこからさらにヘアジェンということで大量のそのファーを生成して、クランプとかも設定して、元のジオメトリと合成したものがこちらになります。特に、細かい設定とかもしてないんですけども、このくらいの、設定が行えます。では、ヘアに関連して、ストリング、まあ、糸ですねの、コンストレイントを使った、雲の糸の、シーンについて、紹介したいと思います。セットアップについて紹介したいと思います。ネットワークはこのようになります。こちらは、少し、ドップの階層で、追加のそのシミュレーションを行っているため、
2つちょっとネットワークを表示しています。左側が、SOP の階層、SOP のネットワークで、右側が DOP のネットワークになります。ソースを作成しているのがオレンジ色の部分、で、緑色の部分がコンストレイントの設定部分、少し、まあ、4つほどですね、コンストレイント SOP を使って設定しています。でコリジョンジオメトリは、テストジオメトリクラックを使用しています。でこの DOP ネットの中身がこちらになります。では、簡単にですけど順番に見ていきたいと思います。まずストリングの、はい、の、ジオメトリーですね。2枚の上下に置いた板を使用して、それぞれの板に対してスキャッターでポイントを発生させて、それぞれのその板で発生させたポイントに対して ID を設定して、その ID で、AddSOP で、つなぐということを行っています。でその、繋いだ後、ID 情報を消しているというのが、ここの部分になります。で、その下の部分ですねは、先ほどの、ヘアとかと、まあ、一部同じなんですけれども、その後 の、 そのコンストレイントの設定に使用するグループだったりとかを設定しているところになります。でこちらが、コンストレイントを設定している部分になります。デラムコンストレイント、こちらでは4つ使用しています。ストリング、ピン、ウェルドと、グルーという4つを作成しています。ストリングスがこちらですね、そのままその線をコンストレイントジオメトリ化したもので、次のピンで、その上下ですね、雲の糸なので例えばその壁に貼り付いたりとかすると思うので、その、ピンでそちらの設定を行っています。コンストレイントタイプピンは、デフォルトだと常にそのポイントにひっつくという形になるんですけれども、ソフトというモードにすると、そのポイント間に、さらに追加のコンストレイントを入れることができます。で、そちらが例えばその力、そちらを設定するとそのブレイクというパラメータが使えまして、そちらを有効化すると一定の力が加わったら、まあ、そこを、ピンのコンストレイントなんですけれども、そこを、取り除く、まあ、ちぎれるっていうようなシミュレーションに変えることができます。で、その下、ウェルドですね、こちらはの上のところで設定したポイントで、継ぎ目の設定を行っています。こちらも一定の力が加わったら切れるという設定にしています。で一番下のグルーですけれども、こちらは、近いポイントを引っ付けるというような、グルーコンストレインを設定しています。と見づらいと思うんですけども、網目状になってると思うんですけども、こちらが、まあ、一定の、距離に達したらもう引っ付くというような、グルーコンストレインにセットアップされています。でこちらのジオメトリーは単純にテストジオメトリークラックを読み込んできて、トランスフォームでその雲の糸の少し後ろからこう歩き出すような形に設定して、で、なおかつ先ほどと同じですね、グレインと同じですね、このままだと、正しくそのコリジョンできないので、アンパックを接続してちゃんとこのサーフェスで、コリジョンできるようにセットアップしています。で、ここまで行った例が、こちらシーケンスありますので、こちらまたちょっと再生させていただきます。ピンがソフトコンストレイン、ソフトで設定されているので、ちゃんとその下でぶつかってちぎれたところはちぎれたままになっています。単純にそのちぎれてこう後ろで揺れているだけという形ですね。今そういう状態になっています。で、ここで、さらに追加のそのシミュレーションで、この雲の糸なので、こうまとわりつかせたいと思います。でそのまとわりつかせる設定を、追加のそのドップネットワークで行っています。ネットワーク内容は、とても単純です。スタティックオブジェクトで、先ほどのクラックの、ジオメトリを読み込んできていて、グランドプレーンと、まあ、スタティックソロがつながっているという状態ですね。それから、ベラムオブジェクト、これはデフォルトのものですね。ベラムソロバーもそのままですね。で、グラビティとマージもそのままですね。こちらで追加でこう設定しているのは、このベラムコンストレイントドップになります。アタッチトゥージオメトリーですね。を設定しています。で、こちら、ちゃんとそのセットアップした状態、ターゲットパスとかで、そのジオメトリーですね、ひっつくジオメトリーを、対象に設定して、再生すると、このような形になります。そのちぎれた後に、まあ、さらにそのぶつかったサーフェスのところにひっつく、吸着するというような形になります。で、こちらのその実際にどのポイントにコンストレイントがぶつかってひっついたかというのは、ベラムオブジェクトのビジュアライズのところで、アタッチトゥージオメトリーというのにチェックを入れると、このように確認することができます。こちらのセットアップを行った後の動画を紹介します。
はい。こちらでクモの糸の例を見たいと思います。